女子リレーがね、400メーターリレーが東京オリンピック以来の出場だというね、なんかこう、もうちょっと前までは女子選手が短距離でオリンピックに出るなんてことは誰も想像しなかったんですね。それがもう最近はもうやはり福島効果でね、その下の人たちまでこうレベルが上がってきましたね。世界に近づくためにはね、やはりこうオリンピックでリレーで経験して、その経験したことをまた女子選手が個人種目にもね、頑張ってほしいなと思いますね。はい。まあ、100メートルよりは200の方がボルト選手は得意なんですよ。もともと400も走れますからね。なので、200も普通に走れば負けるはずがないんですよ。ただ、生身の方ですから、怪我したり、例えばフライングしたりというね、ものがありますから、まあ、そういうものがなければ、まあ、ボルト選手は、ね、勝つ可能性は高いと思います。ね、さっきも言ったように、もう完璧な状態でね、出てきてほしいなと思いますね。それが世界記録につながると思いますね。